動物たちがたくさん出てきます。お母さんに向けて感謝の気持ちを伝えるっていう曲になっております。風に乗ってやってくるよみたいな、いい意味でもう盛り上がりがなくしっとりとね。白い歌青い歌に実在する曲は どうもこんにちは、ゆうすいです。ゆうすいの合唱堂へようこそ。今回はゆうまさんも入っております。ということで今回やるのは白い歌青い歌選手権。白い歌青い歌っていうのは合唱曲の曲集でございまして、作曲者新見徳秀さんと作詞者谷川岩さんのタッグで作られた曲集でございます。全部でね100曲の目標で作られていたんですけれども、作詞者の谷川岩さんがお亡くなりになられたことで、合計53曲までの曲集になりました。で今回はですね、その白い歌青い歌って結構面白いタイトルとかもあるんですよ。まあ普通のね春とか海とか落ち葉とかね、いろんなその普通のタイトルもあるんですけども、これなんだみたいな、そんなタイトルもあるんですよ。でだからそれをですね、今回はクイズ形式でゆうまさんに当てていただきたいなって思います。頑張ります。で今回4択にしました。で4択の中に1つだけ正解のタイトルがあります。もう実際のね曲であります。で他の3つのうち2つは僕が考えたタイトルで、もう1つは合唱全然知らない友達に考えてもらったタイトルです。ぜひ皆さんもこのタイトル実際にあるんじゃないかなっていうところを一緒に考えてください。で問題の出し方としては、先にタイトル、次に内容、次にワンフレーズを歌うっていうのをねヒントにして当ててほしいなと思います。まあいいでしょう。早速タイトルだけを発表します。1ライオンとお茶を、2酒汲み少女、3向かい風二郎、4飛行機ランタン。この中で正解は一つだけございます。一言だけね、予想どれっぽいですか。最後の飛行機ランタンっぽい感じ。ぽい感じ。それか、向かい風二郎。結構ね、どれも特徴的には、まあ、1はないでしょ、ね、これ俺ごめんけど1だったらちょっと批判する。このライオンとお茶だったら。だったじゃあ続いてね、ざっくりした内容をね紹介したいなって思います。まず1のライオンとお茶王のざっくりした内容としては、動物たちがたくさん出てきます。そして文章に書き起こしてみると全然意味が分かりません。で、曲調としては非常に明るめの曲で、結構なんだろう、スタッカートっていう結構とトン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 みたいな、結構なんかリズム感のある曲でございます。お茶関係ないもん、さっきの説明に。続いて2曲目の酒汲み少女は、まあ、非常に暗い内容になっております。で音楽っていうのはマイナーって言われる暗い曲とメジャーと言われる明るい曲の2つにまあ大体分かれるんですけども、もう本当にもうザ・マイナーみたいな、本当にザ・暗いなっていう曲でございます。で一応歌詞の内容としては、小さい子供がお母さんに向けて、こう感謝の気持ちを伝えるっていう曲になっております。なのに暗い。そういう風な曲でございます。続いて3曲目の向かい風二郎でございます。この曲はですね、この白い歌青い歌の中でも結構子供向けに作られた曲でございまして、基本的に白い歌青い歌は二部合唱っていうね、2つのパートに分かれて歌う曲が、基本となってるんですけども、この曲に関してはもう1パートだけ、もうみんなが同じ音を歌うっていう、ソプラノっていう、ね、そうただ一つだけのみんなが同じ音を歌うっていう歌になっております。歌詞としては、このジローっていうこの、まあ、主人公かな、まあ、こいつがこう風に乗ってやってくるよみたいな、そんな曲になっております。わかりました。続いて4曲目の飛行機ランタンでございます。この曲はですね、もう飛行機とランタン、まあ、ランタンはねこの赤い、まあ、灯火みたいな感じで戦争をねイメージされている曲でございます。なのでまあ暗い曲ではあるんですけれども、でもやっぱりこうなんだろうな、こう明るく前向きに進んでいこうみたいな曲の歌詞になっております。
でまあ非常に滑らかな曲で、なんだろうな、いい意味でもう盛り上がりがなく、もう最初からあ大体こういう曲調で進むんだなみたいな感じで、終わりまであしっとりと、ね、した感じで、進んでいくっていう曲になっております。なるほど。はい、ちなみにここまででどうですか？あの向かい風二郎はちょっとないのかなと、うん、ちなみに他の3個はライオンとお茶は もはやお茶は関係ないなっていう感じ、うん、で考えるとやっぱり酒組少女と飛行機ランタンはあるのかなっていう気がするんじゃけど、でも合唱曲であえて暗い曲ってあるんかなみたいな気もする。じゃあまだ飛行機ランタン俺の中では、まあ、暗い曲あるんじゃろうけど、俺の中では飛行機ランタンの方が、だって酒組少女っていう合唱曲と飛行機ランタンっていう合唱曲だったら飛行機ランタンの方が合唱曲っぽいもん。演歌っぽいよね、酒組少女は。なんか確かに。でライオンとお茶はなんかよくわからん。で向井風二郎もタイトルだけを見たらあの合唱曲っぽいとは思う。なるほどね。皆さんはどうでしょうか、この中に本当の実在する曲がございます。次に歌あのワンフレーズね、本当のだチェリーとかで言ったら愛してるぐらい。え、そんだけ本当にもう響きだけでじゃない、ちょっとまあ愛してるレベル。あ、オッケーオッケー。まあちょっとそこはあのあれですよ、なんかこう味覚当ての時にちょっとしっくれないみたいな。俺一流じゃけえ、俺ほんまよあれ、あのテレビ番組でね、そう、ちゃんとね、ツイッターとインスタに何番っていうのを記録取ってやったら俺マジ一流だったよっていう。それではワンフレーズだけ僕が歌います。ライオンとお茶をです。ドゥン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 、2曲目の酒組少女。酒を飲む、3曲目向かい風二郎。風風風風。四曲目飛行機ランタン。飛行機ランタン。あ、もうはい、わかりました。じゃあ改めて一曲目からちょっと感想をお願いします、はいはいはい。ライオンとお茶はもうなんて、なんだろう、ワンフレーズ歌ってもらっただけでもうちょっとふざけてんのかなっていう気はしたし、うん、ライオンとお茶っていうお茶おか、うん、意味が分かんない、うん、からこれは絶対ない。あ、酒組少女は、うん、まあ、今までの話を聞いていくと徐々にあるのかなっていう気はしたけど、あ、まあ、正直確かにちょっと迷っとるってところはあるけど、うん、でもちょっとなんかな、ちょっと悲しいなっていう気がする。向かい風二郎は何、風風風風、うん、いや舐めてんのかとこれは絶対に違う、これも絶対に違う、うん、で飛行機ランタンがやっぱりね、出だしの明るさとかタイトルとか全部含めるともう絶対にこれ。なるほど、うん、ということはユーマさんの答えは、俺は飛行機ランタン。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。皆さんの答えはどうでしょうか。白い歌青い歌に実在する曲は、1曲目のライオンとお茶をです。ほんまによっしゃ、大丈夫。ちなみに飛行機ランタンは僕が考えた。あ、そうなんだやつです。ぽいなと思った。で、友達が考えたのは向井和二郎です。あ、やっぱりね、絶対そう、それはね、友達作ったなと思った絶対引っ張ってきたと思った